そうだなって。各位观众朋友，大家好！你们呢已经在我的这个系列节目里边已经了解到了创业新干线啊这一家企业，已经呢在日本东京都还有呢它的周围的三个县已经推出了120多家它的连锁店。创业新干线为什么能够推出这么多连锁店？当然，我想啊，与它的品牌定位那是肯定有关系的。它在同时啊，保持着一种创新，那就是呢不断的产品的开发，不断的做到了什么呢？产品的升级。今天在这档节目里边，我还想告诉大家，其实呢他们在店铺的开发上也是积累了很多的经验还有方法。那么这一档节目里边，我们围绕着这个话题来谈一谈。来到了创业新干线这家公司的呢所在的办公用地，探找他们哎怎么样连续开发店铺的秘密。所以啊，我今天请的呢是创业新干线店铺开发的负责人。あの飲食業界ではですね、店舗が成功する立地で決まると言われていますが、必要なあの注意事項が何かありますか？はい。で、70% っていう記載に関しては、あの実際にあの経験上この数字があの絶対正しいと。はい、理解しております。であの注意点に関しては、あの人の、通るお店の前を通る、通行量ですとか、もしくはあのお店が遠くからでも目立つかどうか、まあ、視認性の部分がとても重要だと私は思っております。在日各国家人が起業するためにサポートシステムとしてですね、どのように支援がありますか？まあ、飲食店の、経験が少ない方が、まあ、あの店舗をどのように見ればいいかとか、あの一緒になってこの店舗の周辺を視察してアドバイスを行ったりいたします。でやっぱりあのあとはこう物件を取得するにあたって、あの日本の企業様ですので、まあ私の方がしっかりとあのこのブランドの説明ですとか、検討する方の説明をさせていただいてます。他们专门支持这些创业的小白，哎，因为什么呢？我们前面讲到了，他们会告诉你很多具体的经验、方法，以及呢。为你做后续的服务。創業新幹線はコロナの期間ですね、はい、その中に10店舗ぐらいですね、これをオープンしましたが、店舗開発におけるですね秘訣ですね、はい、秘訣は本当にあるかどうかぜひ教えてください。はい、あの、私たちのみでだけじゃなく、あの各飲食店はあのコロナの期間中皆さん休業なさってたんですね。で、まあ、この休業を期間に本当にただ休んでた企業様で、私たちはあのこの休業中もずっと商品のブラッシュアップですとか、あのブランド力の向上などをずっと行ってきました。まあ、そういった部分から、あの私たちが物件を探すだけではなく、有名百貨店ですとかアウトレットからオファーをいただくようになりました。で、まあこれはあの秘訣っていう形ではないかもしれないんですけど、私たちにはそういったブランドの力がある、まあこれも一つの秘訣ではないかなと思ってます。これがいいことですね。创业新干线利用他们的平台，他们是用匠心做拉面，用格局做事业。就是创业新干线呢，在整个的疫情期间，他没有停止思考，他的事业有了新的发展。为什么？
因为他一直在三个方面下功夫。这三个方面我们指的是求新、求变、求存。正是因为有了这样的努力，我们看到了一种精神的风貌，我们也看到了一个新的方向。我非常的看好创业新干线。